おい、おお、いい感じ。45.3キロ、体脂肪 9.1、 最小値。ついに大会前日です。良い。皆さんおはようございます。なんじゃこれ朝食。ついに大会前日となりました。やばい、前日やっと迎えられた、無事この日を迎えられたことでほんまに感謝します。で、今日は、1日カーブアップって言って、もうこのね、4、5ヶ月間減量で枯渇させた筋肉に、まあ、今しぼんでる状態やから、しぼんだ風船にいっぱい空気を入れてあげて、筋肉の丸みであったり元気さっていうのも、ただただカリカリだったらいい、ただただ体脂肪が低ければいいっていうわけではないので、大会の評価されるのは。だからそこにいっぱい炭水化物入れて、見てたってこれさ、炭水化物しかないねんで。で、筋肉の丸みを出して最終調節ですね。意味わからんな。バナナに蜂蜜かけて、ちょっと塩かけて、こちらライスケーキ。ライスケーキ知ってる？これポン菓子いうやつやねんけど、こういう時しか食べませんね。いつもはタンパク質とか積極的に摂ってるけど、今日はもうほぼ炭水化物だけで、夜にちょっとだけ脂質摂るかな。朝ね、コンディションいいんやけど、まあ、前回同様腰のここの部分もっといける、もっと薄くなれると思うので、今日一日、まあ、炭水化物摂取して、水抜きって言っても今日は 500ml やけど、まあ、500ml 飲んで、夕方は、ちょっと温泉また行って、ちょっとだけ汗流して、まあ、水がうまいこと抜けるように調節していきたいと思います。ということで、このワケワケな朝食いただきたいと思います。バナナってさ、こんな美味しいねんな。なんかな、今回さ、このカーブアップでさ、久々にさ、バナナを食べるってことでさ、なんかええバナナにしようと思って、せっかくやからな。でええバナナにしたらさ、なんかほんまに香りがよくって、芳醇すぎて、もう部屋中バナナの香りでさ、もう食べたって食べたってしゃあないなって言ってんけど、昨日も美味しかった。バナナに蜂蜜かけんねんね、どんだけ糖質取るねんって感じやねんけど、まあ、これはご褒美ですね。減量おしまい。いただきます。甘い。もうすでにバナナが甘いのに、さらに蜂蜜かけたら甘すぎてびっくりした。よく噛んで、よく噛んで。うん、まあ、前日って、まあ、別にお腹が張っても、まあ、当日まで時間があるからいいねんけど、できるだけ噛んで内臓がびっくりしないように、消化にいいこういうバナナであったり、ライスケーキはなんで選ぶかっていうと、ライスケーキってまあお米なんやけど、水がもうほぼない、もうカラッカラのポン菓子やから、だから水分が含まれてないからむくむ心配もない。お米食べる人もいるけど、お米は炊く時にお水出すやん。でお餅も多少の水分があるから、今年はライスケーキで戦います。大会終わったらバナナスムージーとか飲みたい。ライスケーキ、うん、
これは口がパサパサになりそうだ。水500でこのパサパサで今日いけるの、ゆいて今日一日の食事 ほとんどこれやからな。あ、ほんまに面白くないと思うね。あの、あと私がいつも美味しいっていうのも全部一緒やと思うね。今日用心しや、ええ音やわ。いつものキュウリの美味しそうな音のカーボバージョン、ポン菓子です。これでも、ね、スーパーとかで売ってんねんけど、これにカッテージチーズとかのしてスモークサーモンとか絶対美味しいし、あのマイプロのピーナッツバタークランチザクザクのやつのしてジャムとかも絶対美味しい、フルーツも絶対美味しい、アボカドトーストみたいにしても美味しいと思う。パンみたいな感じでいけるけどサクサクいけて軽い、うん、原材料お米やからな、これお米やからな言うてな。今日はラストのポージングレッスンで最終確認をしてもらいます。ほんでちょっとねカメラを買いたくて、なんか小型カメラ家やったらいいけど、今結構大きいカメラ使ってて、外でさご飯とか撮影するときにさ、なんか卓上にさ大きいカメラを置くのなんか失礼やなと思って、みんなも気使っちゃうし、小型カメラ買いに行こうと思って朝の元気があるうちに行こうと思います。夕方やったらさ水足らへんってなって死にそうになるから。おいしい。ここにピーナッツバターつけたい、プロテイン飲みたい、コーヒー飲みたいけど、これは美味しいとか言うのじゃなくて最高のコンディションを作るための私の栄養なのだ、うん、なんか私ずっと画面見てるからさ眼精疲労がやばいらしくて、ここら辺の顔のここら辺が凝ってんねんって。整体の水木さんにここほぐしてもらって、なんか触られた瞬間エグって言われて、顔触られてエグ言われたの初めてやわ思いながら、よろしくお願いします。で昨日の夜言ってた大会当日の私のアパレルのバージョンオブユーと嫁マグキットのブースを出させていただくんやけど、それのポップが昨日の夜無事できました。こんな感じで私が店頭に立てない分商品説明とかができないから、みんなに直接伝えたいけど商品説明ができないから一個一個ね、こんなんなりながら作りました。でもな、やることは正直言っていっぱいやるねんけど楽しいし、なんかみんなのことを考えたら楽しくてできちゃう。会ったことない方がほとんどやのにさ、なんでこんなにさ、この私にしたらさ、このカメラというこの機械に話しかけてるだけやねんけどさ、なんでこんなに私は愛が深い女なんでしょう。はい、今日も追いつくように編集頑張ります。おととい撮影してたデータが届きました。おお、早速納品が早い。これカーボアップ前の一番枯渇してた時やからマジ顔死んでるけど、今回こういうねプロップとか使ってかっこいい。わあ、これ剪定めっちゃ時間かかるな。私の写真もあるしモデルさんの写真もあるし、いいですね。でもモデルさんってさ年中このコンディションとかモデルコンディション保つんってほんまにすごい話よな。普通じゃ絶対できひんもん。私なんか今減量末期なんか期間限定やもん。すごいわ、やばい、えげつないほどデータある。で私大会当日今回自分でメイクするんやんか。でそのメイクの練習してなくて、今日今からポージングのレッスンやから、レッスン行って帰ってきて夕方のちょっと準備する時間でメイクの練習ちょっとしようと思います。ちなみにこのキャップもこのワンピもバージョンよ。かわいい、着てウキウキする服っていいよね。このまんま、そう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 、オッケー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 。ってことはタンクライトのサイドもバックも同じじゃん。気をつけなきゃいけないのは顎を上げやすいのよ。こっちがもうちょっと起きるとここが出るのよ。だからここは本当ストレッチで頑張るな。でも足めっちゃいい、いいよね。しながらそうでいいよね。そうそう、さっきより広がった。そうしながら肘打ちつけて脇開きすぎない。そう、取ってるから血糖値上がってんのか、めっ
っちゃ眠くて一旦昼寝してんけど、いやちょっとやることがあるぞと、あのほんまにどうしても明日の準備もしてないし明日のメイクの練習もしてないから、もうどうあがいてもやらないかということで、もうカメラ回したらやるやろと思って、もうつけた。だからやる。体がね、カラーリングこの色の上からのせるから結構顔黒くいかなあかんなっていうことで、明日の大会当日メイク自分でやるので練習していきたいと思います。前日にやることではね。これさ、韓国で買ってきた韓国のダイソーのつけまつげとかこういうなんかやつ、普段つけませえへんからマジで練習しひんかったら明日ぶっつけ本番になってできなかったらどうしよう。でアイシャドウもこれ去年ロスで買った海外のやつで結構派手なやつあるからちょっとピンクっぽいメイクにしたいねんな。キャー綺麗。あごめん、めっちゃ汚いの割れる。よしやっていこう。よろしくお願いします。さっきね、ラストのポージング練習が終わりました。私のポージングの先生のゆきのさんは、私が初めて生の大会に出た時にあの最後に一騎打ちしたので圧倒的な余裕さ、心の余裕さで、もちろん体もバリッバリに仕上がってくるゆきのさんで、ほんまに大尊敬やねんけど、韓国の大会でも1位取ったし、日本でもあのオーバーオールって言ってプロの中でも1位取った、まあそのクラシックのね、私が尊敬する選手の一人の方やねんけど、そう行くたびにさ、ちょっと右肩巻いてるとかちょっと左足疲れてるとかあるやんか。それによってちょっと見え方が変わってくるから、その時々の私のコンディションでポージングの角度変えてくれたり、こういう癖があるからこっち側はこういう風にやった方がいいよっていう、ほんまにパーソナルに教えてくださるから本当に助かってます。そんなゆきのさんと実はポージングのレッスンは結構いっぱい入れさせていただいてて、こそこそレッスン受けさせていただいてたんやけど、行くたびにいっぱい褒めてくださったり、チャビなら絶対できるよって言ってくれてたのがすごい心の支えになってたかな。ゆきのさんももちろん、まあ、今まで支えてくれてたコーチのかんすけさんだったり、整体のみずきさんだったり、いつもサポートしてくださってる方とか、動画見てくださってるみんなにいい結果を伝えられるのが私が今一番できること。まあ結果だけじゃないけど、自分らしくいいステージができて、なおかついい成績を伝えられたらなお恩返しになるよねっていう、だから私は今皆さんから与えていただいたことを全て自分らしく全力でこなすのみ、それだけなんだ。それだけです。どう顔との色、あ、いいね、いいね。当日もっと黒くなるからもっと黒くしないといけないな。シェーディング会場持ってってカラーリングした後に整えるか。うー、かわいい、すげえ。やっぱ海外のアイシャドウちゃうな。にゃあ、つけばむずい。どう？いい感じ？こんな感じでアイシャドウはピンク系で、アイラインもめっちゃ長くして、リップの色どうしようって思ってます。15分ぐらいでできてんけど、なんか抜けてるとこある？大丈夫やな。あ、いいかもいいかも、あ、いいかもいいかも。セクシーセクシーセクシースタイル、こんな感じでできました。大丈夫かな。肌の色はまあ明日調節しよう。なんか自分だけの意見じゃ分からへんからさ、今ストーリーで明日の大会メイク自分でやるんやけど皆さんアドバイスくださいって言ったら、めっちゃありがたいことにいっぱいくれてさ、アイラインもっとはっきりしてもいいかもですとか、コントアをもっとちょっと濃くしないと照明に負けそうな気がします、だからここにシェーディングをもっと濃く入れるってことやな。もう少しまつげバサバサでもいい、これ以上に。これ韓国でしてもらったまつげ使ってんねんけど、もうちょっと全体的に濃くってことやね。アイライン引いた方がいいな。あー、私の大好きなマイプロのピーナッツバタークランチがここで大活躍です。やばい、見て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 、一緒に写りたい。はちみつバナナライスケーキやったんやけど、バナナ2本やったところが1本の量に減って脂質が増えました。なぜかというと、まあ夕方になるにつけて、まあ
大会の時間が近づいてきてるわけで、筋肉に栄養をもう多分いい感じにチャージされたから、そこで張りを維持させるためにちょっと脂質を足すということで、私が大好きでほんまに減量中も超お世話になって大好きなこのマイプロのピーナッツバターのこのクランチ、マジでまた売り切れたんだ。ほんまに超おすすめで超おいしくって、視聴者さんも結構買ってくれてるみたいで、めっちゃおいしいからぜひ在庫あったらゲットだって思って買ってみて、マジでコスパ最強でほんまに安くて、クーポンチャピさん売ってもらったらさらに安くなるんで。でもマイプロはなセールいつもしてるから、セールの時ピーナッツバターで、このええとこのバナナ、いただきます。美味しいね。これは美味しいよ。これはってこれも美味しいよ。いや、ピーナッツバター美味しい。ザクザク、香ばしくて最高。うわ、塩かけたい。今日の分の塩もう使っちゃった。最高。めっちゃ美味しい。おやつもこれから本当にこれでヘルシーやし美味しいし、絶対でもな、絶対ラテと一緒に食べたら美味しい。もっと口の中がパッサパサやねんな。もうんうん、今の時間が5時半、これ4食目かな。同じようなやつを4回もうやってる。朝に買った、この今まで絶対に買ってこなかったこのサイズのペットボトル、まだこんだけしか減ってなくって、もうそろそろこれも飲み切っときたいな。6時ぐらいまでには飲み切りたいか。でも今のところ頭痛とかないし全然大丈夫、フラフラもない。美味しそうだよ。みんなもライスケーキ買ってみて、普通にスーパーで売ってるから。幸せ。てかもう明日え、てかもう24時間後にはもう終わってるわ。てか今みんな見てくれてるこの動画が上がった頃にはもう結果が分かってる。やばい。明日の会場に持っていくパッキングしようと思います。まずは絶対必要なナバースーツ、アクセサリーも絶対いるやろ。このアクセサリーはいつもと同様、こんなキラキラな素敵なアクセサリーを S クイーンさんで揃えさせていただいてます。いつもありがとうございます。ヒールも S クイーンさん、キラキラの毎朝履いてるやつで、カラーリングのもんとかはここに一式入れてるんで、でパンプの時に使うチューブと、今回ねパンプグッズね、ステディさんから ご提供いただきました。このチューブでこういう細かいトレーニングとか、あとは今回めちゃくちゃパンプしたいから、ステディさんのこの飾れるダンベルもご提供いただきました。3キロのやつやねんけど、結構負荷かけれそうやから、当日パンプに使わせていただきます。可愛いよなこれ。普通におうち撮るとかでもさ、このデザインやったら全然大丈夫そう。インテリアにも馴染みそうな色で可愛い。カーブアップ用のライスケーキ、体ほぐす用のボール、こんなもんかな。ストーリーでさっき見た。ゆるちゃんが来ました。あ、今ちょうど撮ってた。全部バージョンブユお前全身や。全身ありがとう。でかくよくない。なんか上半身だもん、めっちゃ出てるよ、ね、足も。はい、温泉行ってきた。もう喉がカスカス。じゃーん。もう生きる以外にカロリーを使いたくない。もう動きたくない。
じゃん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 。じゃあ。というわけでゆりなちゃんにカラーリングしてもらいました。マジでありがとう。そしてパンプしてないのに肩は張り出してますね。いいですね。雫が出てる。ここにさ、ここの、あの分離ができたの初かもしれん。どうやってそれ出るん？足も結構いい感じ。いいね。という感じでですね、ついに前日を迎えました。いっぱいパッキングして栄養も詰めてカラーリングもして、明日の朝は10時にお家を出るので、ちょっとゆりなちゃんも同じリトルグリーンメンちょっと来て。いえーやばちょっと待って、メガネはオフモードすぎる。そんな感じで明日は10時に出発するので、あのパパッともう寝ちゃいたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。明日は大会当日、楽しんできます。動画もお楽しみに。また明日お会いしましょう。バイバーイ。The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, it peers.